こんにちは。今ちょっとラウンドの途中なんですけど、こちらツアーディスタンス、今回これを提供していただきました。非公認級なんですけど、国内で一番飛ぶと言われてるらしいです。ご提供いただいたんで、試しに今日ちょっと使ってみたいと思います。アゲンストだ。上げが激しすぎる。強風ない。バンカーか。ちょっと右サイドのラフ。うん、右サイドラフ。打感が柔らかい。打感は柔らかい。非公認級やけ、カチッチ硬いんかなって思ったら、うん、結構柔らかい、ね。意外やね。スタンス系はカチカチやけね。ちょっと試しに。68歳。おお、ナイス。幅強いね。うん、どう打感は。まあまあ、打ち下ろしのパー5、打ち下ろしパー5、これは飛ばして2オンを狙いたい。距離を稼ぎたい。どう？まっすぐ。おお。めっちゃ弾いた。めっちゃ飛んだ？やばくない？なんかいい音はしたな。ちょっとカメラ見よったけど、追えんかったけど。なんか軽く230キャリーで超えていったな、あの肩を。マジ？うん。あとで行ってみて。ずるくね、これ。さっきは結構200ヤードぐらい飛んどったね。うおー、ナイスドロー。ナイスショー。なんか球が重いね。おお、いいとこまで来そうね。ピンまで220。な、何本飛んどった？260は切っても切っとんやない、それぐらい。まあ、263ヤード。190ヤードぐらいの。まあ、打ち下ろしもあるけど、相当飛んどうね。あの分転がったやな。260ヤードって。なかなか見らん。いや、でも、ね、非公認でも大会じゃないけね。飛んで楽しければそれでいいよ。にらめだふってはいけませんですね。ここまで来てました。274。もう2を狙えるね。残り何本？205ヤード。十分いける。狙えるね。飛びすぎて奥に落ちるパターン、うん、ドライバーも飛ぶようになったやったらさ、他のも飛ぶようになっとけさ。ああ、そうか。距離感難しいよね。でも、うん、確かに。ツーを狙います。お、ツーを狙い。まあ270ヤードも飛びは狙えるわな。ああ、どうだ？
前のバンカーに入ったかもね。ああ。ちょっと擦ったな。もうちょいやったね。うそ。打感はいつもと変わらんけど、いつも以上にちょっとのこのスピンが多く入って伸びるような感じが、アイアンとか特にそんな感じがするね。もうナイス。これもいったんじゃない？アゲンスト打ち上げでキャリーで230旗ぐらいまで行ったで。マジか。これはずるいね。これ競技で使えるけね。競技では使えんけね。まあ遊ぶ範囲ならいいやろ。遊ぶ範囲でそのしれっと使いよったら分からんね。今日飛ぶねえって飛びますね言われる。打感よし。おお、ナイス。いい感じで振れたけど。当たり損なってもなんかこう伸びていく感じだね。うん。距離が出るやつやね。V1 とはまたちょっと違うね。うん。まあでもそれより飛ぶっていうけどね。うん。アマゾンで7000ちょっとか、まあそこそこするけど、なんかこの動画が出る次の日の1月26日木曜日にアマゾンでセールをしているみたいです。僕のブログからぜひ購入してみてください。リンクを貼っときますので、もし気になった方は一度試してみてください。一見の価値あり。